皆さんこんにちは、和樹です。竜王会の皆さん元気ですか？山田先生、剣道では麺一本取れんかったけど今動画一本撮っております。翔平です。山田先生なし山田先生めっちゃロン毛だったよね。違う、全然違う。すごいさ、なんか先生そんな髪型いいんですかみたいなさ。山田先生、あの警察の方だから。山田先生、大変申し訳ございませんでした今日はですね、はい、クイズの企画をやりたいなと思っておりますが、カズキの種、今までにたくさん動画上げてきました。すべて僕は大好きな動画で、愛を持って編集したり、自分が公開した後も見たりとかしてるんですけども、まあ、きっと翔平くんもそれは同じでしょう。それで最近こう登録してくださった方もいらっしゃると思うので、ぜひそういった方にもこんな動画あったんだっていうのを知っていただきたいのと、まあ、いつも応援してくださってる方もね、もう一度あの動画見たいなっていうのを思ってもらえたら嬉しいじゃないですか。嬉しいですよ。過去に出たものでも未だに見れるのが YouTube のいいところですから。いや、ほんとね。だからずっと前のやつとかさ、ちょっと恥ずかしいのもあるし、あるある。なんかこの 1,2 年でもさ、ちょっと若いなって見えたりするわけじゃん、髪型だったりとかいろいろね。しばらく金髪やってたりとかでしょ。俺なんてもうここが封印してんの最近だからね。そうだよ、おでこがずっと見えてる髪型だったんですけど、最近おろしてますよね。そう、似合ってるでしょ。いや、似合ってる似合ってるよ。いいよ、いい感じだよ。コメント待ってますやだね、この35歳。今日はスタッフがね、過去の動画のなんかキーワードとなるものだったり、こんな出来事あったよねっていうのを言ってくるらしいんですよ。もうあのスタッフのクイズは私はもう痛い思い出がありますなんかありましたっけ、なんか、はい、なんか出されるクイズ、出されるクイズ、私が全部答えてしまうという。俺がいない時に、はい、いない時にありましたね。途中でスタッフがいじけるということがありました今日はそんなことないと信じて、はい、スタッフの成長もね、いや、そうですよ、ちょっと期待しつつ、はい、今日は10問出してくるんですけど、はい、まあそのキーワードとか言われて、俺らがあの時の動画のやつって問題読み上げてる途中でも構いませんので、はいって言って名前をスタッフから言われたら答えれます。で、それでもし俺がはいっつって、和樹さんって言われて俺が答えるじゃないですか。間違えちゃった場合、その問題翔平くんが次答えるまで俺は答えれません。あ、なるほどね。そんな感じでやっていきたいと思います。それではいきましょう。せーの、和樹の種。はい、ということで早速いいですか、問題。はい、第1問。はい、翔平さんが初めて和樹の種に出演した動画は。はい、和樹さん、あ、初めて出演した動画かそっか、ダンサー学力テスト。ブブー、翔平さん。いや、ちょっとあれ合ってるかな。いや、違うと思うけど一応言います。スイカ割り。違うよね、その前だもんね。初めて出演したの確かに何だろう。ちょっと待って、俺がこう一人でやってきたでしょ。はい、和樹さん、ハンドクラップ。正解です。あ、あれ初か。そう、俺言ってるわ、うん、やっとみんなと一緒に撮れますっつって、はい、その自粛期間中一人で頑張ってたから、うん、そうだよ。それが緊急事態宣言解けて、うん、みんなで来れるってなって、うん、で、実はあのハンドクラップを、うん、あの5人で撮った、はい、時のそのままその後にダンサー学力テストと、ああそうだ、ダンサーあるあるを撮ったの確か。ああセットだったね。そう、同じ日だったから今分かんなくなっちゃったけど、あの時から何も変わってないね。1日 3,4 本撮ったりそうですよ、あの日もハードな1日でしたが。そうだそうだ、1ポイントか。第2問。はい、早期団で男3人で盛り上がっていた動画、翔平さん。TWICE のあの踊ってみた時。世界です。 TWICE か。 TWICE ですね。俺今何の時、はい、男3人って俺と庄司くんと翔平くん。そうだそう、ドラゴンボール世代だけ盛り上がった。あ、そうだ。で、大ちゃんは分かんないみたいな。分かんないみたいな。何何何ってなってた。翔平1ポイント。よっしゃ。これだから5点先に取っちゃった、あ、6点取っちゃったらもう勝ちかってことだよね。10問だもんね、全部。うん、何が当たり前のこと言った。何かまずいこと言った俺今。いや、何を当たり前のこと言ってるんだっていう目標を。目標ね、うん、はい、はい、ごめん1個気になるのに、その1回仕切り直すときに入ってんのやめてじゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。第3問なんか笑ってんだよ。もう笑いましょう。ずっと笑いましょう。健康ランドとテロップで突っ込まれ、寝起きでも振り付けを提供してくれて、先輩という愛称で親しまれている結城さんが初めて出演した動画、翔平さん。ビッグバンのバンバンバンの踊ってみた。正解です。あ、じゃあ、それでも翔平の種じゃない。いや、でも見てたんでしょ。見てた。愛を持って、うん、じゃあ分かるよね。分かるただ遅かっただけただだけっすわ。第4問。はい、翔平さんが自己紹介で名前を言い忘れた動画は何。ええー、
ったあったあった、ちょっと待って言い忘れたというかね、あの厳密に言うと俺がカットインしちゃって、うん、名前までたどり着かなかった。そう、あったあったあった。ここで撮ってるやつよ、うん、ちょっと待って、まあ、とりあえずいいわ、うん、手挙げて。はい、3D ツイスターゲーム。違う違う違う、ね、それより前だもんね。いや、もっと最近でしょ。え、最近だっけな気がするけど、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、じゃないっけ。かずきさん、イカゲームの傾き。このね、俺らが間違った時嬉しそうなのよ、さすがに。はい、はい、激辛。ヒント、はい、あ、でもちょっと待って、おい、ずるくねえかおい、早く言ったけど、ずるくねえかおい俺が答え、あ、じゃあ一回これリセットして。3月に撮影した動画です。めっちゃ最近、最近じゃん。え、3月、3月何やってたっけ。3月に撮影して、3月に公開したんだよね、きっと。はい、はい、さん、スタッフの誕生日。正解です。そうだ、出歩くシーンもあったけど、ここでも撮ったじゃん。まあ、出歩く方メインになったからね、考えちゃってたね。俺、今見て、2対2か、2対2、おっしゃ。第5問目、はい、はい、記念すべき200本目の動画は何。わかるか。今、210本上がっています。ってことは3月か2月ぐらいに上がった。いや、これでスタッフの誕生日祝いの企画ってなったらめっちゃウケるよ。どんだけ好きやねん。どんだけ自分に行くんだよ。もう上がってる順だよね。上がってる順。いや、俺らあれなのよ、だから撮影してるし。そうか、今210何本っていうのはこの今日、今現在ってことね、撮影日の。今現在210本ちょうどです。210本、10本前。10本前、いや、10分前みたいな。10本前なんだろう。はい、はい、和田だ。裏側。ってことは、その本編ってこと。言ってみなよ。一応言ってみようか。和田だ、本編。違うんかい。スタッフの誕生日あって、多分俺分かったよ。和田だまでの間に何があったかな。もうちょい後か。そうだ、ゴールデンウィークでポンポンって上がってんだ。答えて、早く答えて。はい、リンガリンガ。ブブ。BE:FIRSTのバイグッバイの。嘘だろ、嘘だろ。いや、本編か裏側とかあるじゃん。どっちでも違うんだって。どっちでも違うんだ。はい、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 アイドル誕生の本編。ブブ。一応言っとく。正解や、もうアイドル誕生の裏側。もう全然ダメじゃん。ちょっとヒント、はい、NiziU の、そのスイートボム踊ってみたが201本目です。ほう、その前何上がった。わかった、はい、組体操を作ってみた。ブブ。それ違う、それだってそれ前でしょ。もっと前か、うん。あれ、あ、違う違う、今だからアイソレしてるわ。うん、ダンス上手くなるわ、この間。あれ、ちょっと待って、マジでわかんない。早く早くダンス上手くなっちゃうよ。俺のダンスが上手くなっちゃうよ。いや違う、これ違う。あ、もうめっちゃ言っとくか。シャイさん、俺の免許企画。違うよね。なんか恥ずかしい、うん、なんか恥ずかしい。ちょっとリセットしてヒントもらおう、もうちょい。もう一回、もう一回もらおう。199本目、うん、は有名振付師に振付依頼。あの後に撮ったやつ、何撮ったっけ。あの日の、その後に撮ったってことかな。はい、あー、二人三脚。正解。それだ、それだ。俺も今一瞬でバーって戻ってきた。だから和田だね。ちょっと和田だ、出てこなかったね。皆さんね、なんで出てこないって思うでしょ。もうね、それぐらいかすけど、それ本当に1日何本も撮って、そうなんですよ、ブワーって上げるから、もう上げる順番も違うから、何と何を同じに撮ったかもたまに分かんなくなる、うん、分かんなくなる。だから3点2点、はい、はい、第6問目、はい、臨時休校、地下アイドルの休日、僕の松ぼっくり、こんなワードが出た動画は何。はい、はい、かずきさん、下ネタしりとり。正解。そうだね、あれだね、うん、いいね、この下ネタしりとりのワードを淡々とスタッフが読み上げるのいいね。俺らなんてこと言ってんだろう。僕の松ぼっくり、多分ね、僕の松ぼっくり多分俺が言った気がするんだよ。3-3同点です。第7問、かずきの種に声だけで一度だけ出演した海の声さんが登場した動画は何。はい、ヨガのポーズを声だけでできるか。ブブ。
はい、小力さん、俺と翔平くんの一心伝心。正解です。あー、そっちか。よし、4点取りました。はい、第8問、はい、20のことを30と言った動画がありましたが、はい、ダンサーフィフティさんが20とフィフティを事前にかけていた動画は、はい、ニッシーの曲をイヤホンで聞いて踊りだけで相手に曲名伝えれるかみたいなやつ。あ、違うってさっきも出てたけど学力テスト、はい、はい、クリスマスメドレーの裏側あったあったあったよね、あったあったよね。俺が言ったやつ違ったか。愛するしてる愛するしてる。なんだろう。キャンプの動画。いやマジでわかんない、はい、大人数のハンドクラップどっからその自信きたの。もう一回ちょっとリセットしてヒントもらう、うん、フィフティさんのスタジオで撮っている、はい、あの時って2個撮ったっけ。1個俺言ったじゃんさっき。はい、翔平さん、歌詞だけで当てれるか。あれ、はい、フィフティとかとやった時のダンス伝言ゲーム。正解。ダンス伝言ゲーム。今俺5点取った、うん、5点。あと1点取ったら俺の勝ちよ。もう負けでいいです。ダメよ。第9問、はい、翔平さんがミュウさんに頭を叩かれた、はい、翔平さん、パーミッションドゥダンスですが、おい、ふざけんなよここに来たんだよそれ。あ、そっか、俺もう答えられないぞ。翔平さんがミュウさんに頭を叩かれたのはパーミッションドゥダンスですが、はい、ゆめかちゃんにすねを踏まれたのはわだだですが、はい、かなたさんに頭突きをされた動画は何？どんだけ暴力を受けてるの。はい、かみさん、ハロウィン。ブブ。ね、違う、それじゃないの。少女時代の、G。 正解です。オッケー、俺も分かってたよ。この時ね、この時ね。すごい、あ、違う違う、今4、うん、5点か。5問で、はい、俺が勝っとったら相変わらず勝ちた。そうそう、相変わらず勝ちた。ラスト10問目、はい、踊ってみたの中で人数が一番多い動画は何？うわ、これ2択だな。はい、どうしよう。最初はグッチャッケっぽい。よし、うっせぇわ。ブブ。ちょっと待って、さっちだと思ってた。パーミッション・トゥ・ダンス。正解です。しゃー、そっか、子供たち。そうだ、うーわ、子供たちがいた時は一番多いわ。うん、うん、めちゃくちゃ愛感じもだったで。俺の見え方これはもう同点という結果で終わっちゃうんですか。エクストラタイムあります。いきます、サクッと考えて。あー、サクッと、はい、じゃあ問題お願いします。厳しい。ちょっと前提として、はい、レクチャー動画と踊ってみたがつながっている動画、例えば OOO とかのものは、うん、抜きでお考えください、はい、抜きで。踊ってみたの本編だけが、はい、本編だけ、はい、踊ってみたの本編が一番長い動画は。おー、尺が？尺が、はい、かずきさん、バイグッバイ。ブブ。あれフルだったから長いかなって思ったんだけど、そしたらトゥワイスもそうじゃん。多分違う。いやでもシンプルに合ってるかな。翔平さん、トゥワイス踊ってみた。ふざけんなよこれ。ふざけんなよ。はい、まず、俺じゃない。もうじゃあ俺言わされた感あるじゃん。まあいいか、もうこっから、はい、こっから、いいですか、はい、いいですか、カズと、はい、あ、ちょっと待って、はい、カズキさん、シャイニングワン。ブブ。違うんだよ。いいですか、翔平さん、かけだな、クリスマス。正解です。しゃー、そっか、メドレーやったね。そっか、トリプル A が悩んだのよ。あー、そっか。そう、クリスマスが7分30秒、はい、そうやね、うん、で、トリプル A が7分ぴったり、
鳴る風みたいな。わー、俺だから俺カズキの種でやってるゲーム俺結構多いの勝ってる勝利数。あ、そうね。いや悔しい、これは勝ちたかったな、うん、まあということでね、まあ俺ちょっと負けて翔平くんの優勝ということで、はい、で私の方が人一倍やっぱカズキのために愛情があるということで。でもこれ愛情の話じゃなかったかも。一番言ってたよね最初違ったかも、間違えてたぜひね、あの過去の動画を見てもらえると、うん、ぜひぜひまた新鮮に笑える動画もあると思うので、はい、ぜひあの暇の時に見ていただければ嬉しいなと思います、はい、皆さんもね正解できましたかね。そうですね、はい、コメントでいろいろ教えてくださいね。はい、この動画が面白かったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、せーの、ガズキの種。